大正天皇祭は昭和年間における選定祭の名称。大正15年12月25日の大正天皇法御に伴い、高齢殿において毎年法御日に相当する日に大祭ら祭典を行うとして採行されていた。平成元年以降、選定祭は昭和天皇祭に変更されている。大正天皇の祭祀は公明天皇。 明治天皇の祭祀と同様に、先帝以前三代の祭祀として、毎年放御日に相当する日に、大正天皇霊祭が、小祭りとして採行されており、式年の放御日に相当する日に、大正天皇式年祭が大祭として、採行されている。同日玉陵に直詞が参考させられ、法平の儀がある。神宮、官平社会一般神社においても儀が設けられ、 三両をはるか廃する。宮中における祭典は、先定追行のため御玉の静まる、高齢殿と三両を祀るから、その儀は、高齢殿の儀、岡倉の儀及び三両に、宝兵の儀の三つに分かれる。以上が霊祭であり、式年に当たるときはさらに定調な式年祭が行われる。この時は天皇による三両に行行御神祭があり、 高齢殿では代わりに、商店長が祭る。選定祭の期限は、国旗といって、大法令における規定では、国旗の日はお上ハイムとあり、一定の寺院に管理が使わされ再開が行われた。明治維新の後、これに代わって、神武天皇祭と選定祭とが特に国家の祭日として、初めてされたので、明治6年10月14日、 年中祭日祝日の休暇日をテーマで、祭日、祝日が定められた時、神武天皇祭とともに、先定祭として、公明天皇祭が加えられ、昭和2年3月4日、休日に関する件で休日が定められるに至って、明治天皇祭を除き、大正天皇祭が加えられたのである。12月25日が休日となっていた。 昭和2年から昭和22年までの21年間で日本にクリスマスの習慣が広く普及、定着したとされている。ありがとうございます。